フェデリコ・キエーザは、イタリア・ジェノバ出身のサッカー選手。セリエ A ・ユベントス FC 所属。ポジションは、MF ・ FW。イタリア代表。父親は、元イタリア代表のサッカー選手、エンリコ・キエーザである。1997年に、父親のエンリコ・キエーザの故郷であり、当時父親が在籍していた、UC ・サンプドリアの本拠地でもあるジェノバにて生まれるが、 そのわずか3ヶ月後には父親の遺跡に伴いジェノアを去った。2002年に6歳から当時父親が在籍していたアクフフィオレンティーナの本拠地であるフィレンツェ市北東部にあるセッティニャーノのサッカースクールにてサッカーを始めた。2007年には11歳でフィオレンティーナの株組織に入団し、以後プロデビューまでの育成期間を同クラブで過ごした。二千十六から十七年、 キエーザは育成部門であるプリマベーラに所属していたが、プレシーズンのトップチームの夏合宿にパウロ・ソーザ監督によって招集される。その後の合宿中の会見でソーザ監督は、キエーザは残りのシーズンを我々と共に行動すると発言し、レンタル遺跡に出さずにそのままトップチームで起用することを示唆した。そして、その言葉通りに2016から17シーズンの 開幕戦であるユベントス戦に先発起用され、18歳にして、セリエ A デビュー、フィオレンティーナのトップチームでの公式戦デビューを同時に、成し遂げた。続く9月29日にはホームで行われた、カラバフ FK 戦にて、欧州カップ戦デビューを果たした。また12月8日に行われたセカンドレグにおいて、後半76分に得点を決め、プロ初得点によって、 チームの勝利に貢献した。2017年1月14日には、フィオレンティーナとの契約を2021年6月まで延長したことが、同クラブ公式サイトにより発表された。同年1月21日に、アウェーで行われた対、キエーボ戦において、後半ロスタイムに、セリエ A 初得点を記録し、8日後のリーグ戦、ジェノア戦でもゴールを決めた。 5月7日、殺ー路線でもゴールを決めた。2017から18シーズン、9月16日に対戦のボローニャ戦にて先制点を決め、チームも2から1で勝利した。2月4日のボローニャ戦は、決勝点、3月31日、クロトーネ戦は1点を挙げた。2018から19シーズン、1月30日のコッパイタリア準々決勝の AS。 ローマ戦で初のハットトリックを決め、チームを7から1での勝利に導いた。2019から20シーズン、ユベントスやプレミアリーグのビッグクラブからの関心が報じられている中、7月29日、第37節のボローニア戦で、セリエ A では初となるハットトリックを達成し、リーグ戦で初の2桁ゴールを達成した。二千二十から十一シーズン、 三試合でプレーし、一ゴールを上げていたが、シーズン途中に、ユベントスへ移籍することとなった。2020年10月5日、ユベントス FC に2年間のレンタルで移籍した。レンタル料は2年間で1000万ユーロで、特定の条件を満たした場合は、買取が義務となる4000万ユーロでの買取オプションが、付帯している。なお、ジャンルイジ・ブッフォンとは、 父のエンリコに続く親子2代での同僚となる。背番号は22番。10月17日、黒島ネ戦でデビューを飾り、アルバルモラタのゴールをアシストしたが、相手選手に危険なタックルを行って、退場処分を受けた。UEFA チャンピオンズリーグ、グループリーグのディナモキエフ戦で移籍後初ゴールかつ、チャンピオンズリーグ初ゴールを決めて、勝利に貢献した。 同シーズンのコッパイタリア決勝、アタランタ戦では、決勝ゴールを決めて、優勝を果たした。U-19 からイタリア代表に招集されている。2017年に U-21 イタリア代表として U-21 欧州選手権に出場したが、準決勝で敗れた。2019年にも UEFAU-21 欧州選手権2019に出場。 グループリーグで敗退したが、3試合の出場で3得点を挙げた。2017年5月、サンマリノとの親善試合に向けた若手主体のフル代表に招集されたが、2018年3月に行われるアルゼンチン・イングランド代表との親善試合のメンバーに類似り、ビアジョ監督に選出され、正式に初のフル代表入りとなった。アルゼンチン戦で、 先発出場で代表デビューすると、次のイングランド戦は、後半五十六分から、出場、PK をダッシュするなどの好プレーを見せた。二千十九年十一月の UEFA ユーロ二千二十四戦アルメニア戦でにアシストを決めただけでなく、代表初ゴールを決めた。二千二十一年、UEFA ユーロ二千二十決勝トーナメント一回戦のオーストリア戦では、延長前半に、 トラップで相手 DF をかわし、ゴールを挙げて、チームのベスト8入りに貢献。このゴールで、ユーロ史上初の親子2代でゴールを記録したこととなった。準決勝のスペイン戦でもゴールを決めて、決勝進出の立役者の一人となり、この試合のマムに選出された。決勝のイングランド戦でも先発出場、相手 DF 陣を脅かしたが、 後半終了間際に負傷、途中交代となった。若いながらも落ち着いたメンタルを兼ね備え、スピードとテクニックに優れ、左右の足でのプレーが可能である。ポジションは左右のウィングを主戦場としているが、総座監督はセカンドスライカーなどインサイドハーフでもテストしている。トップチーム昇格後は下がり気味の右のサイドハーフとして起用されている。ありがとうございます。